にちは、こまチャンネルへようこそ。今回はイヤトレ、音当てクイズレベル1です。はい、今回は歌い手さんはもちろん楽器の演奏者さんにも役立つ、どなたでもできる、ゲーム感覚なクイズになってますので、ぜひトライしてみてください。それでは早速やってみましょう。はい、では画面ご覧ください。はい、今回のレベル1はコード C を使います。少しコードの説明ですが、日本語だと、調3和音、英語だとメジャートライアドと言います。はい、でこのコード C の構成音は、ドミソ、はい、で英語だと C、E、G なんですけれども、コードの表記としては一番下の音、はい、C ですね。これを一つ書いてこの3和音を表します。はい、まあ、よくコード、ね、譜面とかで見る場合、右横にマイナーセブンとかセブン7って書いてあったりとかあると思うんですけれども、このメジャートライアド調3和音に関しては、右に何も書くことはないです。はい、で今回は、このコード C をピアノで弾きます。はい、そこからこのドミソの各音をキャッチして、歌って当てるというゲームです。はい、コードの響きの中から音をキャッチして自覚して声を出す、まあ、音を出すっていうのは簡単なようで意外と難しいですが、音楽力をつけるにはとても良いトレーニングになります。はい、ではやり方です。画面変わります。まず私がピアノでコードを弾きます。はい、でそこから4カウント出しますので、対象の音を歌ってください。はい、例えばドでしたらドですね。はい、これを4拍歌ってください。はい、で皆さんが4拍歌ってる途中、3拍目にその正解の音だけを残します。はい、なのでここの3拍目4拍目が、皆さんが歌ってる音と、私が残した1音のピアノの音が同じであれば正解です。はい、音がハモってるような別の音、まあ全然違う音でも、ということであれば不正解となりますので、また再チャレンジしてみてください。はい、でもし合ってるかよくわからないって方は、はい、ちょっとご面倒ですが録音して確認してみましょう。はい、それではドとミとソ、計3問やってみましょう。はい、それではやってみましょう。まずはドからです。はい、 C 弾きます。いきます。ワン、ツー、サン、はい。はい、それでは続いて第5音のソでやってみましょう。はい、C 弾きます。いきます。ワン、ツー、サン、はい、それでは最後ミです。実は今日一番難しいと思います。はい、ミは真ん中の音ですが第3音ですね。はい、このサードがコードを決定づける最も重要な音になります。はい、ちょっと難しいですけどやってみましょう。はい、 C 弾きます。いきます。ワン、ツー、サン、お疲れ様です。いかがでしたでしょうか。コードの響きを感じながら、自覚してその音を歌うというトレーニングは結構いいトレーニングになります。はい、できなかった方、ちょっと難しかった方はぜひ響きになれるように挑戦してみてください。はい、で余裕だった方はこれを使ってちょっと応用編というか、ハモリの練習に使うこともできます。はい、まあドの時に、わざとミで歌うとかソで歌うとか、はい、そういう風にハモリの練習としても使えるので、応用してみるのもいいと思います。はい、ということで今日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらいいねボタン、そしてチャンネル登録をお待ちしております。はい、で KMC カラオケスクールの公式 LINE もありますので、こちらも登録もご視聴も無料ですので、この機会にぜひご登録お待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。